小池茂明は愛知県名古屋市出身の将棋アマチュア選手。甘最強と呼ばれ、その強さは花村元治も評価。賭け将棋で成計を立てる真剣士としても伝説的な強さだったとされる。新宿の殺しやプロ殺しなど数多くの異名と独特の気風で知られる。1947年愛知県名古屋市で生まれる。後年出版された書籍によれば、 父親は健常者でありながら将尉軍人を装い、物語をしては博打に明け暮れる不定食者で、母親は自宅などで客の相手をする娼婦だったという。そして小池は、ある時、父親から男なら博打の一つも覚えておけと言われ、教わったことをきっかけに将棋に熱中する、少年期を過ごした。やがて小池はめきめきと将棋の腕を上げ、その強さは重大半ばにして、地元では、 敵なしというほどであったと伝わる。間もなくして、小池は、将棋で成形を立てたいという一心から高校を中退し、東京、上野にある、将棋センターの住み込み従業員として働きながら、プロ棋士になるために、将棋の腕を磨く日々を送った。知人の勧めにより22歳の頃にプロを目指して、松田茂役に弟子入りしている。その後、 夜遊びを覚えキャバレーのホステスに入れ上げるなど次第に、そこが悪化。やがて勤務先の将棋道場の金を着服し、道場を解雇されると同時に、松田にも破門され、プロ入りの話は消滅した。プロ入りを断念した小池は、名古屋に戻り、総裁業を営む会社にアルバイトとして勤務した。この頃、小池は地元で知り合った女性と結婚している。これを機に、 再び生活の場を東京へと移した小池は、運送会社に、トラック運転手として勤務し勤勉に働いた。だが数年後、子供が出産から数日で死去するという不幸に見舞われる。実施の死という精神的ショックから抜け出せなくなった小池は、数年間勤務していた会社を辞め、賭け将棋が行われている、将棋道場へ、連日出入りするようになっていく。東京、 新宿の将棋道場に席を置いた小池は賭け将棋で連戦連勝ま間もなくして新宿の殺し屋の異名を持つ凄腕の真剣士として恐れ得られるようになる。そして同時期に日本最強の真剣士と評されていた大阪の加賀刑事と日本一の真剣士を決するべく1979年に当時大阪新世界にあった通天閣将棋道場で対局。 ここでも小池は、加賀に一歩も譲らぬ戦いを演じ、二日がかりの勝負で、計七勝七敗と互角に渡り合い、加賀にもう一度やったら、勝てる自信がないと言わしめた。こうして、競合神剣士の座を、不動のものとした小池であったが、妻とは別居の末に離婚。うさばらしに連日冷水するまで酒を飲み歩くなど、次第にすさんだ生活を送るようになる。 そのありさまを見かねた知人からある日、下季将棋ではないが優勝すれば賞金が出ると、勧められた小池は、アマチュア将棋の大会に出場し優勝した。真剣士から、一転、アマチュア将棋の世界に身を投じた小池は1980年から2年連続で、アモ名人のタイトルを獲得し、名実ともに、アマチュア将棋差しのトップに立つ。プロ棋士を相手にも次々と勝ち星を重ね、 さらに雑誌の企画で、格落ち戦のハンデ戦ながらも、大山安春名人との対局にも勝利した。このことがきっかけとなり、花村元司以来となるアマチュアからプロへの編入の話が持ち上がるなど将棋界に旋風を巻き起こした。脚光を浴びたがために、過去の寸尺詐欺騒動や浪費癖、女性関係のトラブルなど、素行の悪さが表面化してしまい、プロ編入の話は、 日本将棋連盟により却下されてしまった。プロ入りを熱望していた小池は大きなショックを受け、およそ2年の間将棋界から身を退き、肉体労働などで生計を立てていたという。その後アマチュア将棋界においても10年近く小池の名が出ることはなかった。当時の青年向け雑誌が劇画的なブライハキシとして小池を取り上げるなどしているが、 一般的な知名度は低かったと言わざるを得ない。さらに凄腕の真剣士としてあまりに有名になりすぎたがゆえに、賭け将棋で小池の相手をする者がいなくなってしまったことが、将棋との離別に拍車をかけた。また、小池が来ると、ヤクザや借金取りが押しかけてくるため、彼の出入りを禁止していた会場も少なからず、あったという証言がある。作家であり将棋ファンとしても有名な段記録を、 頼り再びアマチュア将棋の世界に復帰。当時、ダンは、官能小説作家を引退して、将棋雑誌、将棋ジャーナルを発行していた。ダンは、小池の素行の悪さを十分知り及んでいたものの、彼の必死の懇願と、天才的とも言える将棋の腕を見込んで活動の講演を約束した。その後は、ダンの企画で、アマチュアのタイトルホルダーを相手に将棋を指しては、 その都度勝利を収め、新宿の殺し屋、今田健在と、再び話題を呼ぶ。この時小池の圧倒的な強さを、段は、こと将棋に関しては、小池は化け物だと評している。この復帰劇には、裏話があり、段は小池を、目の前で惨敗させ、二度と将棋界に立ち入れないように、するつもりだったと著書の中で実解している。小池は、 同年のアマチュア名人のタイトルを獲得した田尻隆を相手に圧勝。それまで数年間将棋を指していなかったとは思えない強さに段は驚嘆したという。その後しばらく小池は段の専属運転手として働いていたが、小池の知人で段とも面識のある将棋愛好家が自分の経営する焼肉店の店長にならないかと小池に持ちかけた。小池は申し出を快諾。 人当たりの良さと器用さから評判も上々であったが、わずか半年後に不倫相手の女性を連れしそう。またしても音信不通、行方不明となってしまう。この五子池は将棋を辞め、トラック運転手として運送会社に勤務するなどして、生計を立てていたと伝えられている。40代に入り、突然吐血するなど体調悪化を訴えるようになる。入院。 検査の結果重度の肝硬変と診断された。この時期に、段の元へ、小池本人から連絡が入り、老狽した様子で、先生、医者が僕は、もうすぐ死ぬって言うんです。死にたくないんです。怖いんです。助けてくださいとおえつしながら、助けを求めたという。それを聞いた段が、入院先の病院に駆けつけた時、小池は 80kg 以上あった体重は半分まで。 落ちるほどに痩せ衰え、殺し屋と呼ばれ、恐れられた、勝負師の面影は消えうせていた。それでも、なお将棋への思いを口にする小池に、段は、相手は用意する。やってみるかと尋ねると、小池は、ぜひお願いしますと答えた。小池は病院を抜け出し、段の自宅で当時アマチュア将棋界のホープと評された、天野隆との対局に臨む。 天野は当時、竜王戦六組にアマチュア枠で出場し、プロに対して三連勝中であった。そして、団の立ち合いの下、小池はに連勝を収め完勝。この時小池は団にか、細い声で礼を言い、病から来る苦痛に耐えながらも笑顔を見せたという。この様子を、団は、小池は、これが、自らの最後の対局になることを悟っていたようだった。死して、悔いなし。 というかのような笑顔だったと著作の中で語っている。そして天野隆との対局の数日後、病院に戻った小池は再び吐血し容体が急変。最後は病室のベッドで体につながれたチューブを自ら引きちぎって死亡したと言われているので自殺と言えるのかもしれない。小池の墓は東京、清澄白川の共同墓地に作られた。海名は気象院法師家の武士。 なお、外場は埋葬後に何者かが持ち去ってしまったため、現存しない。床は稽古によれば、本人も死期を悟っていたのか、亡くなる数ヶ月前に自ら寺を訪れ住職に挨拶に来ていたという。晩年の小池の生活の面倒を見ていた。談記録は、小池の破滅的な生涯を、真剣し、小池茂明としてまとめて1995年に、発刊。 段の6年ぶりの小説家復帰作品となった。テレビ番組では、1997年2月6日に、朝日放送、驚きもものき20世紀で、6でなし、真剣士、小池重明として、1998年3月26日には、日本テレビ、たけし、三馬世紀末特別番組、世界超異人111人伝説で、 殺し屋と呼ばれた将棋差し伝説として取り上げられて、小池の名が広く、一般に知られるようになった。その後、段や宮崎国夫が小池を題材にした、書籍、寄付集、漫画を、次々出版し、小池茂明ブームとも言える格況を呈した。小池は、競合としては極めて得意な万術で知られ、巧妙な防御策と速攻を駆使する戦法で相手を、翻弄した。 将棋の対局には持ち時間が定められており、互いの持ち時間がなくなった後の秒読みに持ち込むことで、小池の体制は完了する。早指し戦における小池は、波外れた、集中力を発揮し、相手に考える時間を与えないほどに、指し手のペースを上げた。その後、ルールで定められた時間というプレッシャーで、相手のミスを誘い、それを見逃さず、公正に展示一気に勝負を決める。 その指し手の鮮やかさが小池の殺し屋という異名の由来と言われている。この力勝負終盤追い込み型のスタイルは過去に真剣士からプロ騎士になった花村元治と同じである。小池の対局の寄付は多数現存している。藤井聡太は幼い頃に通った将棋教室で小池と大前との対局の寄付を見て自分の読みと実際の指し手があっていたか。 研究していたというエピソードがある。ありがとうございます。